久保さんあのー、今日であの販売してる a y a s の商品がね販売終了するんですよでなんとあやさんから連絡があってあの追加特典いただきましてですごい追加特典なんですよマジかみたいな僕も興奮してまあ、動画と朝撮ったんですよでアップロードしてたんですけど ここの、まあ、久保さんのね、ネットの回線スピード、まあ、ネット、インターネット回線スピードとかで検索すると自分の回線スピードが調べられるんですけど、今ここの事務所の回線スピード 14MB なんちゃら S なんですよ。まあ、14なんですね。で、まあ、全然アップできなくて、これ、ま、今日締め切りなんでね <laughs>、あの、まあ、今日絶対アップし、18時には公開したいんで、 これじゃ間に合わねえぞと思って、今さっきちょっとスタバ行ってきたんですよ。なんと、ここ14なんですね、スピードが。まあ、久保さんとこ多分おそらく60、70、80ぐらいだと思うんですけど、ど,ど,どうですかね。でね、びっくりしたんですけど、で、そこでスタバの回線スピード調べたんですよ。どれぐらい出てると思いますそう、フリーですよ。フリー Wi-Fi。フリー Wi-Fi で無料で使えるんですよ。あの、 240出てましたね。<laughs> ここ14で、スタバイ240出て,て <laughs> 秒ではアップし、もちろん秒速、秒ではアップロードできなかったけども、あの、もうすげえか、あの、早かったですね、アップロード。<laughs> それゃそうですよね。14と240で全然ちゃうじゃないですか。だからもうアップ完了してきたんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、まあタイトルは追加特典とかにしておきましょうか、<laughs> タイトルは <laughs>。 いやでもな、どうしようかな。まあちょっと追加得点とかしておきますか。あの、まあまあ環境を変えるってことですね。うーん。やっぱりその、久保さんも、多分自力では、ね、例えば、多分久保さんも別にその、なんだ、あの、うーん、なんだろうな、ネットビジネス入った時に、自分で調べてやるっていう方法も、なきにしもあらかったと思うんですよ。だけど、久保さんは一つ、うーん、 他の人とはちょっと違う行動をしたんですよね。それは何かっていうと、買うってことですね。買うことをしたわけですよ。だからその環境に飛び込んだわけですよね。その20時間ライブの環境に飛び込んだりとか <laughs>、塾の環境に飛び込んだりとかして、まあ、そうやって、まあ、変えてきたわけですよ。だからまあ、もちろんたった一人でね、まあ、今はもう昔と違って結構情報も出てるので、まあ、その、なんだろうな、やれないことはないんですよ。ただ、 環境を変えた方が早いと思いますね。うーん。た多分久保さんが山口陸さんの商品買ってないし、あの、あそこの塾もね、買ってなかったら、多分今ないですよね。あります久保さん。まあ、それは久保さんにしかわかんないので、山口さんの買ってなかった。うん。あの、ネットビジネスの塾も入っていなかった。今の人生ありますかど、どうですかね 多分あの環境に入ったからこそまあいろんな刺激だったりとか学ぶこともあってもちろんやるのは自分なんだけども多分ねやっぱうんまあ僕もねこうやってネットビジネスもマイスターも,もう完全もうなんだもうプロですよもう十何年やってますから十七年十五年以上ですよ十七年正確に言うと十七年やってますけどそのベース基盤っていうのはやっぱその環境だったわけですよね 仕事としてこれをやってたっていう。うん。だから一般の人は副業みたいな感じでやりますけど、僕はもう仕事としてもうガチガチでやってたんで、うん。まあその環境がなかったら今ないですね。一人じゃ絶対無理ですね。うん。だからなんか人生を変えたいんだったら、うん。まあその後飛び込む。まあ久保さんが腹くくるっていうね。まあ刑務所でも行ってもいいよみたいな話だったんですけど、まあ不安だし、 なんか本当に大丈夫かなとは思う部分はたくさんあるんだけども、うん、そこの環境にダイブしていくっていうのが、うん、例えばでしょ、まあ、これ海外旅行とかもそうなんですけど、まあうん、海外旅行、ねまあ、その治安がいいとこもあれば治安が悪いとこもあるじゃないですかでもそこの場所に行ってみないと、うん、そこで見れる景色って見れないんですよリアルでは。 まあ当たり前ですよね。まあ YouTube では見れます。えー、なんか、旅行雑誌では見れるけど、そこに行かない限り自分の目で見ることはできないんですよ。久保さんは少なくても自分の目で、あの六本木を見たと思います。自分の目で、リアルで、間近で、<laughs> 間近で見ましたよね。うん。だからまあ、 環境を変えるっていうのが本当に早いなと思いますね。まあ、実際もう今さっきは超早かったんで <laughs>。もうめっちゃ早いやんみたいな。早くこう来とけばよかったなと思いましたけどね。早くなんか来とけばよかったなみたいな。まあ、別にその、あの、なんだ。別に早く動画をアップロードしなくてもいいやつは別にいいんですよ。何分かかろうが。だから今回のケースはもう今日撮って今日確実にその公開しないといけないっていう動画なんで。まあ、環境に行きましたね。変えましたね。 そしたらもう秒,秒で秒、秒じゃないですけども <laughs> あの、倍速で、倍速でアップロード完了ですよ。うん。はい、もうあとメルマガとかも全部設定してるんで、もうやることないですね、僕ね。<laughs> もう。なんからアップロードしてる間にパパってもう全部書いちゃって、で、また余力もあったんであの、ブログもね、記事ストックして、みたいな。<laughs> あ、もうアップロード終わっちゃったな、みたいな。うん。そう。 環境を変えるっていうのはね、ま、まじ大事だと思いますね。まあ、僕もあと、鹿児島っていう環境に変わってからも、全然人生変わりましたからね。うん、僕は本当鹿児島選んで、僕は正解だなって思いましたけどね。うん、そう、東京であのまま働いてたら、今の久保さんとのやりとりもないですし、本んに東京で働いてたら、このやり取りまず絶対ないですよ。うん、無理、できないですもん。 あそもそもねあの、組織が優先なんで、うん、こんなちょっと趣味レベルなことはできないですね <laughs>、うんはいまあ。ということで、いってらっしゃい。